どうも、タクです。動画を、長らくお休みしてて、すみませんでした。で、前回までは、腹筋部ということで、下腹部とクランチで月曜日と金曜日に分けて、やってたと思うんですけども、今回から、やり方変えていきます。どういうふうにしていくかというと、これアブローラをね使って、腹筋を鍛えていきます。というのも、下腹部とクランチだと、まあ、僕大体あのハンギングレクレーズね、レクレーズとあとニーレーズ組み合わせてやってたと思うんですけど、それだとやっぱ他の人ができないかなみたいな、例えばぶら下がるとこがない人だったりとか、まあ、いわゆるあのチンギングスタンドとか、あと近くの公園とかで鉄棒がないとかで、やっぱできない人とかね、一緒にできないっていう人とか、同じ種目をできないっていう感じになると思うんですよね。まあ、その人のレベルに合わせて、あの下腹部のね、あの筋トレの種目を選んでもらった方がいいんですけども、同じ種目できないっていうのと、あとクランチ、最近ですねちょっと頸椎というか、まあ、若干首痛めてまして、クランチの影響も多少はあるんですけど、まあ、それはねちょっとやり方、こう腹直筋の全部のところにこう寄り効かせようとして、こう首というかね、こう曲げすぎたっていうのもあるんですけども、それ改善して、まあ痛くはねあんまならなかったんですけど、やっぱ多少リスクがあるので、クランチもちょっとやめとこうかなみたいな、まあ、っていう意味で、リスクを避けるっていう意味でクランチもちょっとやめとこうかなっていう感じです。でそれにこう毎回ね、こうまあ月金でハンギングレクレーズにレーズして、で金曜日じゃないわ、月曜日に、クランチしてみたいな、毎回こう同じだとちょっとつまんないっていうかね、まあ、自分でやってても、あの 2,3 週間ぐらいでね飽きてきてたんですね正直なところから、なおさらこう見てる人にとってはもう動画見ながらやってる人はまあ大丈夫じゃないかなとかも思いつつも、やっぱり飽きてんじゃねえかなみたいなっていうのが、やっぱね僕も感じてるんで、やっぱこう動画っていうあれで面白みがなくなっちゃうというか、毎回同じだとやっぱり飽きてしまいますもんね。なんで、これからは、アブローラーを使って、メインに使って、例えばあのアブローラーとなんか別の種目組み合わせて追い込んだりとか、まあいろんなやり方あるんですけども、それをね毎回こう別のやり方で、まあ、いろんなやり方で、腹筋刺激していこうかなっていう感じです。まあ、なんで、例えば、10月中のもう1週目過ぎて、今これ8日に撮ってるんですけども、まあ2週目入りますよね。まあ2週目入って、1回目は、3セットだけやるみたいな感じで、で、2回目は例えばこう3分間に何回できるかとか、まあ、あくまで例なんですけども、いろいろねやり方変えながらやっていきたいと思います。でなるべくこう視聴者の方が参加できるようなやり方でやっていこうかなって思ってるんで、例えばこの日アブローラで、まあ、人によっては膝ついてやったりとか、あとは立ちコロでねこう立ってやったりとか、まあ、それは人それぞれで、まあ、いいんですけど、それでこの日は、何回やりましたとか、あと前回より、5回多くできましたとか、まあ、そういうコメントをね、トレーニング記録じゃないですけど腹筋部の活動報告みたいな感じで活動報告し合って、それで僕もそうなんですけど、視聴者の方でこうみんなでねこう高め合えるようなウェブのね部活動にしていけたらなと思います。でアブローラ自体もだいたい1000円前後ぐらい、まあ、高くても、まあ、2000円とかそれぐらいかな多分、まあ、だいたい1000円前後ぐらいでね売ってるんで、ぜひね、買って一緒にやっていきましょう。それと、上腕40センチへの道と、メロン型計画も、今ひっそりと、動画では出してないんですけど、進行してるんで、またこう1週間おきか2週間おきかぐらいに、まあ、肉体の変化として、こうね毎回こう全体のね体の感じを、取っていこうかなって思ってます。まあ、始めの週に撮った、肉体の動画と比較しながらね、
週に1回、肉体の変化としてトレーニング動画も若干載せつつ、やっていこうかなって思っております。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。